どうもベルです。今回は、ドゥームセイのよくある悩みや疑問解決しますということで、やっていこうかなと思います。え前回は、えデイリーブースターでえ、取るべきヒーローについてのえ解説をやっていったので、え今回はえ、ジェムのおすすめの使い道。えそしてえ、ビップショップで買うべきもの。えそして、 え、ビップをあげると購入できる、え、キャサリンとマスタージン。え、これ、え、今買うべきなのかということについて、え、語っていきたいと思うんですけども、え、まずは、え、ジェムの使い道からですね。え、こちらからお話ししていきたいと思うんですけども、え、ジェムの使い道。え、いろいろあると思うんですけど、ま、ジェムで、 あの、加速することもできるし、えー、ルーレットも回していくことができますし、まあ、もう何でもできますね。まあ、ただ、あの、無数に使い道がある反面、あの、じゃ全部ルーレット回して、あの、ビップショップでもう散在しまくってたら、あの、ジェムなんてもう一瞬でなくなっちゃいますし、 あの、せっかく、ジェム使うんだったら、お得なものやえ、強くなれるものに使いたいじゃないですか。えなのでえ、今回は、えジェムのえ使い方のおすすめについてえ、まず語っていきたいと思うんですけども、えまず大前提として、え建設や訓練え。これに関してはえ、絶対に即完成はするべきではありません。 あの、これほどもったいない、あの、ジェムの使い道はないので。あの、これをするくらいだったら、もうせめて、ビップショップで時短を買いましょう。え、そして、え、結構、え、悩まれていることが多い、え、ジェムの使い道として、え、バトルセンターのレベル上げに必要な勝利のバッジ。 そして、見張り台のレベル上げに必要な全勝部隊の道具箱。そして、各施設をレベル25にするために必要なナノ補強材。これ、ジェムで買うべきかというところですよね。T6 を解放するためには、各施設をすべてレベル25にしなきゃいけないので、バトルセンターと、 え、見張り台のレベル上げもえ必要不可欠になっていきますので、え、悩まれている方も多いのかなと思います。で、ここについてなんですけども、え、まず、勝利のバッチとナの補強材はジェムで買うべきです。え、ただ、全勝部隊の道具箱はジェムで買わなくて OK です。 で、これなんでこのように分かれるかというと、入手方法の違いです。で、まず、勝利のバッジなんですけども、え基本的には、ハイブマインドからの入手ですねえ。同盟の栄光の宝箱から入手することもできるんですけど、まあ、基本的には、ハイブマインドの入手になりますね。まあ、ただ、 あの、ハイブやっても、毎回確実に入手できるわけではありませんし、あの、レベル25までするのに、まあ、だいたい2万くらい、勝利のバッジが必要になるんですけど、じゃそれをすべて、ハイブだけで補えるかと言われると、まあ、結構不可能に近くて。まあ、ただえ、バトルセンター上げは、もう避けて通れないものになりますので、 えゼムを使っていく必要があるのかなと思います。でそしてえ、各施設をレベル25にするためのナノ補強材なんですけども、でこちらは現状、ゼムで買う以外の入手方法がありません。なので、嫌が多でも、ゼムで買うことになるのかなと思います。 でそして、この勝利のバッチと名の補強材なんですけどもえ、ジェムの消費で報酬を獲得できるえ素晴らしきリベートイベントに合わせて使用していただくか、え同盟リーグのえジェム消費のイベントに合わせてえ買っていただくのが良いのかなと思います。でそして最後に、全勝舞台の道具箱なんですけども、えこちらは、 え、ラッセルイベントで、え、大量に入手することができます。あの、ジェムで買うのは、本当にもったいないです。もう、とにもかくにも、ラッセルイベントを頑張りましょう。あの、先ほどの、え、勝利のバッジもそうなんですけど、前哨部隊の道具箱も、あの、バトルセンターと見張り台が、レベル25になっちゃったら、もう使い道なくて、 あの、お宝交換イベントの肥やしにすらできないんですよ。えもちろん、え早くえ研究所をレベル25にした方がえ、研究速度も上がっていきますので、えメリットは大きいんですけども、えそれでも全勝部隊の道具箱は、もらせるイベントで集めていただくのが良いのかなと思います。でまずはそちらに、もうゼムを、 すべて使っていただくのも全然いいんですけど、え唯一それと並行してえ、ジェムを使って良いイベントとえ、通常のショップで買うべきものがあります。じゃあそれ何かと言いますと、まず使ってもいいイベントは、ブラッティブランデーイベントと秘密の武器庫イベントです。で、このイベント、えっと、 まず、えっと、ブラッティーブランデーはえ、パーツを集めていけるイベントになるんですけども、もうパーツ、めちゃめちゃ重要です。あの、パーツは、すべての舞台に適用されるもので、もう舞台の強さを底上げするために、もう必要不可欠なものになります。もうどんどん必要な素材の量っていうのは、もう加速度的に増えていくので、 もう紫以降となると、なかなか課金者の方であっても大変になるんですけども、あの逆に、あの青や紫までであれば、あの無課金、微課金の方でも、もう全然育てていくことができて、もうやってるとやってないとで、もう絶対的な差がついていきます。 で、そして、そのパーツをお得に獲得できるのが、このブラッティーブランデイベントです。もう、めちゃめちゃお得です。ただ、その分え、ブラッティーブランデイベント、え引いた回数によるえ段階報酬があるんですけど、あの、200回まとめて引くのが一番お得なんですよね。 で、200回引くには、無料配布分がえ30回分ありますので、え170回えジェムで引く必要があって、え10連で2700ジェムなのでえ、効率よくやるためには、ブラッティーブランデイベントで45900ジェム使う必要があります。まあ結構え、ちまちま引いてしまっている方多いと思うんですけども、 あの、200回まとめてが、もう断突にお得なので、もうぜひ貯めていただくのが良いのかなと思います。で、そしてもう一つ、え、秘密の武器庫イベントなんですけども、え、そちらで、え、武器庫を開けるのに必要なチケット10枚。え、10枚で1回引くことができるので、え、1回分が、え、700ジェムで、 10回まで買えるんですよね。で、そちらについては買って OK です。で、強い方はもう毎回課金して250回回してると思うんですけども、まあ、今回はあくまで無課金美課金の方向けの内容ですね。で、秘密の武器庫イベント。8時間に1回更新できますよね。 で、そして、えー、その無料更新を、もう最大限活用していきましょう。もう買った武器子チケットは溜め込むのではなくて、8時間に1回更新して、スプリームの箱だけを開けていきましょう。あのスプリームの箱、もうめちゃめちゃ美味しくて、あの上位のレジェンド兵装が出る可能性もありますし、あの結構な確率で、 あの普通のレジェンド兵装が出ていったり、あのレジェンド兵装のかけらがもう大量に出たりする可能性が結構高いので。で、このエスプリームの箱だけを狙い撃ちして開けるっていうのを課金での期待値に計算したら、もうおそらくこのゲームの中でもうダントツで効率いいと思うんですよね。あの、この秘密のドキコイベント。 まあ、ガンガン課金する人向けのもので、まあ、私はそこまで課金しないし、まあ、あんまり関係ないかなと思ってらっしゃる方もいると思うんですけども、もうぜひ活用していただくのが良いのかなと思います。でそして、通常のショップでえ買うべきものになるんですけど、え皆さんそれなんだかわかりますか で、これ、答えは、ビップポイントです。で、このビップポイント。で、おそらく、多くの方がえ、なんでビップポイントなんか買わなきゃいけないのとえ、思われると思うんですけど、このビップ、もうめちゃめちゃ大事で、あの、バフもそうなんですけど、この毎日報酬で、あの、万本かけらもらえるんですよ。え、ビップ9で、 レジェンドのかけらが1枚。で、VIP11 でレジェンドのかけらが毎日2枚。そして、VIP13 以上でレジェンドのかけらを毎日3枚獲得することができます。で、そして、えこの各 VIP に必要なポイントというのは、VIP9 が合計で12万ポイント。 え、VIP11 が合計で42万ポイント。で、VIP13 が合計で90万ポイントになるんですけど、まあ、あの、VIP11、13は結構大変です。まあ、ただ、VIP9 まではもう全然狙える範囲なんですよねで。そして、あの、毎日レジェンドのかけらもらえるって、 めちゃめちゃでかくないですかあのヒーローってどうしてもどんどんインフレしていってあの今最前線で使ってるヒーローであってもあの1年後2年後使わ,く使わなくなる可能性って結構あるんですよえただこの万能かけらを常に獲得できる状態にしておけば じゃあ、新しい強いヒーローが来て、あの、じゃあ、今の環境についていくためにえ、そのヒーロー、絶対育成しなきゃいけないっていう風になったとしても、あの、ついていくことができるので、あの、本当に、え短期的なえ強さを求めるのであれば、あの、ラッキールーレットを回した方が、え早く、欠片は集まるんですけども、あの、結局、最終的に強くなるのって、 この VIP をちゃんと上げてる人なので。まあ、ただ、えー、大変なので、えー、まずは VIP 級。えー、そして、えー、次に、ちょっと余裕が出てきたら、えー、素晴らしきリベートイベントの時に、えー、VIP ポイントをちまちま買っていただいて、えー、コツコツ上げていただくのが良いのかなと思います。で、私なんかはもう最近、あの、ラッキールーレット、 もうジェムで回してません。あの、ビアンカとビクターに、えっと、ビクターのウルレットの時は、あの、ま、入手のために、ま、ジェムをちょこっとえ使ったんですけど、あの、スキル上げのためには使ってないです。で、あの、150円のお得すぎるえチップのパックについては買ってるんですけど、700円以降は買ってないので、 で、VIP13 になれば、え、毎月、え、VIP のログイン報酬だけで、え、90枚のレジェンドのかけらが手に入って、だからそれプラス、他のイベントとかでも、結構手に入ったりするので、あの、正直、ルーレット回さなくても、ある程度ヒーロー育成できちゃうんですよね。で、そうなれば、ヒーロー育成に使うはずだったジェムとかを、 他のことに回せるのでえ、さらに強くなっていけて、え良い循環をえ作っていくことができると思いますので、えぜひ VIP を上げていただくのが良いのかなと思います。えまたえ、ついでなのでえ少し話していこうと思うんですけど、あの、基本的にもうこのヒーローのラッキールーレットは回さなくて OK です。 あの、欲しいヒーローを入手するために回すんだったらいいと思うんですけど、あの、スキル上げのために回すとなると、だいぶしんどいので。え、それなら、その代わりに、え、先ほど申し上げた、え、ブラッティブランデイベントや、秘密の武器庫イベント、え、そして、ビップ上げに使っていただいた方が、え、強くなるのかなと思います。え、また、 えー、大体、えー、月に1回くらいのペースで来る、えー、招待スキンのルーレットなんですけど、あれも、えー、基本的に回すべきではありません、えー。どうしても欲しいスキンがあるんだったら別なんですけど、あの、バフ目的で考えると、あの、割に合わないので。あの、私に至っては、もう最近の、えー、2つの招待スキン、 これ、スルーしてます。あの、今ほんと、課金者ですら、まあ、ジェム余ってるんだったら回すけど、その招待スキン取るために課金するんだったら、同じ金額を並走に使った方が、全然強くなるよねっていうことに、あの、今なってるので。え、またえ、招待スキンルーレットは、え、確率的に、もう天井を、え、確保して引かないと、 もう大変なことになっちゃうので、えもし引く場合でもえ20万ジェム以上はえ余裕を見ていただくのが良いのかなと思います。えそしてもう一つのえ大きなジェムの使い道であるえビップショップについてなんですけどえ、ビップショップでジェムで買うべきものっていうのは正直ありません。あの資源で買うことのできる え、スタミナや、え、加速。え、ヒーローバッチなどは、え、別なんですけど、え、無課金、微課金の方は、ここで、ジェムを使うのは、おすすめできません。あの、加速も、あの、別の動画で、お話ししたことあるんですけど、あの、結局、みんないつかは、T6 になりますし、別に、T6 になったからといって、あの、世界が、180度変わるかと言われたら、 そうではないので。あの、現に私も、あの、つい先日まで、あの、世界最上位体で、あの、騎兵の T5 を使って、あの、バリバリに戦うっていう、あの、知らない人から見たら、あの、こいつ何してんだっていうことをやってたんですけど、あの、別に、ステータス自体は、ちゃんとあるので、戦えてたんですよ。で、結局、このゲーム、大事なのって、 あの、どれだけステータスを上げれるかなので。で、そのステータスを上げるために必要不可欠になるえパーツ上げのブラッディブランデえ。そして、並走でももう大幅にえステータスを上げていくことがえできますので、えその並走をえ効率よくえ入手できる秘密の武器庫。 そして、大前提になってくるヒーローの強化に必要になってくる万能かけらを入手するために必要なビップ上げ。この3つと、どうしてもジェムを使わなきゃいけないバトルセンターのレベル上げに必要な勝利のバッジ。そして、各施設をレベル25にするために必要ななの補強材を 購入していただくのが良いのかなと思います。まあ、ただ一応、えー、このビップショップ、あの、そこそこ課金されてかつ、あの、戦闘される方は、あの50、50%の、えー、舞台規模拡大や、えー、攻撃ブースト、もうこれ、もう本当に足りなくなって、まあ、結構ビップショップで、あの、調達されている方、多いのかなと思います。 ま、ああの、これを買っていくのは全然ありです。まあ、ただ、あくまでこれって、あの、使ったらなくなるもので、あの、その時に一時的に強くなっても、最終的な自分自身の強さには繋がらないので、あの、あくまでバンバン課金して戦闘する人向けになるのかなと思います。で、あと、まあ、最近私は、 もう治療加速が全く追いつかなくなって、あの普通の万能加速使ってももう追いついてないので、あのビップショップで加速使あの加速を買って、あのそれで治療してること結構あるんですけど、まあ、本当にそれってもったいないので、あの戦う時にももう無理しないで戦っていくのが本当に良いのかなと思います。えー、では最後に、 えー、ビップを上げると購入できる、えー、キャサリンとマスタージーン。えー、こちらを購入するべきかということについて、えー、語っていこうと思うんですけども、えー、結論から言います。えー、買わなくて OK です。えー、どちらも、まあ、だいたい3万円ほど、えー、覚醒させるのに、えー、必要になると思うんですけども、 あの、今、戦闘で、そこまでの価値があるかと言われたら、それは絶対的にノーで。あの、もちろん、あの、使うことはできるんですけど、あの、キャサリンなんかは正直、あの、ま、ベラやエレナ、あの、シラヌイなどを育てれば、あの、そっちの方が強いので、キャサリンはどんどん使わなくなってしまいますし、あの、マスタージンは、 あの別にラリーで使えなくはないんですけどあの今ラリー打つとしたらえベラスベンかえジュリア・ジョニーもしくはえジュリア・ルイあのこの3パターンがもう王道であのそれ以外でラリー打つ機会ってほぼないんですよ、まあ、なので以前よりマスターンの使用頻度というのは拡大に落ちています あもちろんマスター陣え舞台の耐久力を上げるという意味では、めちゃめちゃ優秀なので、相手のタゲ取リ役としてえ使われることは全然あるんですけど、毎回は使わないので。でそう考えるとえ、わざわざ3万円かけるのは、正直もったいないのかなと思います。まあ、ただキャサリン、あの初回購入でも入手できると思うんですけど、 あの、とりあえず、入手さえしちゃえば、あの、冒険モードでもう大活躍なので、あの、キャサリンは、えー、スキル上げはしないけど、えー、冒険モードで、えー、大活躍なヒーローという認識で良いのかなと思います。はい、えー、こちらで、えー、今回の動画は以上になるんですけども、いかがでしたでしょうかえー、このゲーム、えー、ジェムの使い道という面で考えると、 もういろんな選択肢があってえ、結構悩まれている方も多いと思いますのでえ、ぜひ今回の動画が参考になれば嬉しいなと思います。えでは、今回の動画はこの辺りで締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。